はい、どうも皆さんこんばんは、しんでございます。なんとですね、おかげさまで僕のですね、チャンネルしんの演歌歌謡曲チャンネルのチャンネル登録者数がですね、なんと2万人突破しました。イエーイ、ありがとうございます。いやすごいですね。2万人でございます。まあでもですね、有名 YouTuber の方々とかに比べたらですね、あの方々はもう何十万人とか、もうすごい何百万人っていう方々が、登録があるでしょうけれども、まあそういう方々がすると2万人なんて大したことないでしょって言われるかもしれませんが、まあでも僕からするとですね、2万人でもすごいんですよ、本当に。皆さんに感謝です。本当にありがとうございます。まあそんなことでですね、まずお礼ですね。1万人の突破から、またこうやって2万人のね、突破になるまでですね、どれぐらいかかったのかな ?7 月の8日でしたね。今見てみると、7月の8日に1万人突破記念の生配信やってますから、まあ本当に少しずつですね、皆さんに知っていただいて、チャンネル登録をねしてくださっている方がいらっしゃるんだなと感激をしております。地道にですね、一歩一歩皆さんに知ってもらってですね、チャンネル登録してもらえたら嬉しいななんて、そんなこと思ってます。もちろん今回もですね、チャンネル登録者2万人のですね、生配信させていただきたいなと思ってるわけでございますけれども、その日時がですね、2月の24日日曜日、2月24日日曜日の、夜8時30分から生配信をねさせていただきたいなと思います。これ2万人突破記念の生配信でございます。ぜひぜひ、皆さんに参加をねいただいてご覧をいただければ嬉しいなとそう思ってるわけでございますけれども、せっかくですから2万人のね突破記念の生配信でございますので、いつもの生配信ではなくてですね、今まで過去に僕が歌った曲の中からのベスト3をですね決めようかなと思ってるわけでございます。今まではですね、生配信の中でチャットでリクエストをいただいてたんですけれども、今回はですね特別企画でございますので、この動画のコメント欄にあなたが選ぶ、皆さんが選ぶですね、僕が今までカバーした曲の中で、この曲一番良かったよって皆さんが思う曲をぜひ一票ですね、この動画にコメントを残していただけませんか。投票をねしていただきたいと思うんです。なんか自分で言うのもすごくおこがましいんですけれども、ベスト3にして、それを2万人の特別企画の生配信の中で改めてですね歌わせていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。ぜひぜひ、皆さんの選ぶ一曲ベスト3を選びたいと思いますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。それとですね、皆さんに募集をしておりました、これもまた2万人特別企画でございますが、あなたの街にシンが行きますという企画でございます。今現在で89組のですね応募をいただいておりまして、もうその企画内容を皆さんがこういろいろ提案をしてくださってるんですけど、それ見るだけでもワクワクしてですね、いや面白い企画いっぱいあるんですよ。あ、なるほど、これ行ってみたいな、楽しいだろうなと思う企画があるんですが、これあくまで抽選でございますので、僕もそれを引きたいと思うんですが、まあいろんな企画、皆さんの企画本当に面白いので、楽しみにしているわけでございますけれども、応募期間はですね、ちょっと私の見込みが甘かったのか、嬉しい悲鳴で、実は2月の末まで応募期間としてたんですけれども、2月の20日までとさせていただきます。ちょっと修正をですね、訂正をさせていただきますので、どうかご了承ください。いや、こんなに早くですね、2万人突破すると、ほんと正直思ってなかったので、ここに来てまたすごく加速をしておりますので、そういったこともありまして、ちょっと期間を短くします。2月の20日までに、ぜひぜひ応募お願いします。まだ応募してないよって方は、急いで応募ください。で、先ほど言いました、僕が今まで歌った曲の中から、ベスト3、皆さんに選んでいただいて、そしてその曲を3曲歌います。でその後ですね、抽選でございます。皆さんにとってはこっちの方がちょっと気になるんじゃないかなと思うぐらい、ちょっと大きな企画でございますけれども、もうどこだって行きますから、ちょっと心配してくださって、九州まで来てくれないよねみたいなコメントなんかも、拝見したんですけれども、行きます。私がその抽選で引いたからにはですね、聞いたところには必ず僕は行かせていただきますので、特別企画ぜひぜひ、皆様遠慮なくですね、ご応募いただいて、何なりといろんな企画をですね考えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
ということで、ちょっといろいろ言いましたけれども、2月24日の生配信ではベスト3、皆さんが選ぶベスト3の曲を歌わせていただくのと、そして、2万人特別企画の抽選がありますよということでございます。それとですね、最後にですね、皆様に告知でございますけれども、函館から車で50分ぐらいかな、行ったところに森町という町がありまして、そちらのホテルでございますが、グリーンピア大沼っていう、大沼さん、そちらのホテルがございます。そちらをですね、会場をお借りしていただいて、なんとですね、ライブを開催していただけるということになりました。演歌男子真の森町ライブと題しまして、4月の6日土曜日に開催をさせていただきます。開演は15時からでございます。そしてもう一つですね、6月の22日のこちらも土曜日でございますが、こちらにはですね、栃木県の宇都宮文化会館におきまして、藤井由美子さんのデビュー7周年記念コンサートのゲストとして出演をさせていただくことが決まりました。もしご興味があってお時間ある方、ぜひ応援にね、お越しいただければと思います。よろしくお願いいたします。プロ歌手じゃないのにですね、こうやって呼んでいただけるって本当に幸せだし、なんだか申し訳ないなとも思ったりするんですけれども、でもその場所場所で呼んでいただけるんであれば、もう精一杯気持ち込めてですね、頑張って歌わせていただきます。そちらのイベントもですね、ビデオが撮れればいいななんて思ってますので、撮れたらですね、また YouTube でアップもしたいなと思いますので、いけない方もですね、楽しみにしていただければ嬉しいなと思います。これからも応援よろしくお願いします。ということで、いろいろ告知がなんか続いてしまいましたけど、ちょっと皆様分かりづらいところはもう一回この動画見返していただいて、ご理解いただければと思います。ということでですね、本当に、2万人突破、本当皆さんのおかげです。ありがとうございます。次は3万人突破ができればですね、また僕のふれあいライブやりたいなって考えておりますので、引き続き皆様応援のほどよろしくお願いします。本当に本当にありがとうございました。またねー。バイバーイ。生配信見てねー。ありがとうございました。